おはようございます。松島亮でございます。底辺 YouTuber でございます。12月12日にミニアルバム五輪フリースタイルが発売になります。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日は DJ オアシスさんにフォローされたいよっていうことなんですけど、えー、まずですね、昨日の夜僕が Twitter でやんやややつぶやいてましたら、えー、DJ オアシスさんにイオリツイートされて それでまあ、ちょっとやり取りをさせていただく中で、えー、まあやり取りをさせていただいたということなんですけどまず何についてつぶやいてたかというと、えー、歌丸さんが、えー、ラジオに、えー、とー鈴木みのりさんっていうトランスジェンダーのライターの方を呼んでトランスジェンダーの特集をするっていうことを、えー、言っていて。 えー、それに対してですね僕は、えー、とあの DJ オアシスにも歌丸にも女性専用スペース関係ねえだろうっていう曲の中とかでも言って。えー 言いたいたたなって思ってて思ことの一つがですね、えー、意見が近い人同士で固まっちゃうと、えー、絶対に対話ができない2つのグループができるだけで、えー、そうなるのは良くないとで今、えー、歌丸派とオアシス派に、えー、ツイッターは分かれてると言っても過言じゃないと思うんですよ。で僕はそれに対してまあ一ファンというか一、まあ、リスナーとしてお前らが対話しねえとでなるべく定量的な対話をするところを見せねえと。 ダメなんだぞっていう気持ちがあったんだけど、まあちリスナーとかファンっていうと下から言ってるようにも見えるし上から言ってるようにも見えるんだけど、えー、実際は僕も、えー、結構強い言葉を使って Twitter を、まあ、やっている面はあったなとは後々思いました。 でやっぱりそのなんていうか、えー、そもそも僕の曲だったり、えー、つぶやきというのをまずどんな感じかっていうとツイッターで、えー、とそもそも僕は議論するのはツイッターはよくないと思ってるんですよ。 でえー、そういうことをつぶやいてるとあの全然知らないアカウントから結構こういろんな指摘というか批判というのが集まってきてで大抵反対意見の人なんですよねで反対意見の人が強い言葉で、えー、結構引用リツイートしてきたりリプライつけてきたりするんです。で僕はは疲れれちゃううしあのそれは知っっててるんだよねっていうことを えー、結構同じことを言ってくるんですで例えばそのなんだろう女性専用スペースの話は男性がする問題じゃないと思うんだよねみたいなようなことをつぶやくと、えー、男性の問題なんですよっていう。で,で結構その何て言うのかな人によるじゃんとか場合によるじゃんっていうものを、えー、その人同士その人同士といちいち僕が一人一人と議論するっていうのは相当面倒くさいし疲れるから。 えー、まあその僕のような意見の人がいるというのを見てそれに反対してくる強い言葉で反対してくる人の意見を見てあとはこう周りのみんながそれを見てるみんなが考える材料にしてもらえればいいかなと思ってるんで一人一人の人と,、えー、と議論するというつもりは全くないんですけど、えー、それもうしなきゃいけないのかなもしかしてとちょっと思ってきた今。 うんでそのざっくり言うとやっぱそのーなんつうのかなまあ、抗議っていう意味ではめちゃ怒んなきゃいけないでかい声で言わなきゃいけないっていうこともあると思うんですよね差別問題って。それ自体はやっぱ否定しちゃいけないしその声を抑え込むこと自体はしちゃいけないと思うんですけどやっぱりそのなんだろう うん僕の、えー、気持ちと気持ちというか考え方としてはですねその最初は歌丸さん側の、えー、考え方だったんだけどそのツイッターとか見たりその反対意見の人 t u r フっていう言葉自体がなんか別称らしいから言う。あの ターフのの人といいいうのはよくななかもしれないけど、まあ、そのセルフ ID に反対の人の意見をいっぱい見たりこういう事件がありますとか、えー、そういうのを見て、えー、確かに、えー、っとシンプルにそのなんだろうアメリカの民主党みたいな感じで、えー、トランスウーマン・イズ・ウーマンっていう、えー、全てのトランスウーマンはウーマンなんだよ っていう,ふうにシンプルに、えー、女性というものを拡張する、えー、それこそが平等であるっていう思想は僕はいいと思うけどでも女性専用スペースって何のためにあんのかなっていうのを考えた時に、えー、そこまでこうなんだろうシンプルに分けれないというかそうまあ慎重に議論すべき問題はいっぱいあるよなって思って。 でそのオアシスさん側の人が言っていることにも、えー、あらかた納得はできるなと思って、えー、だからでもそのなんだろう KW さんとオアシスさん動画は怖いからまだ見てないんですけどなんか嫌な気持ちになりたくないから見てないんですけどまあ今だったらもしかしたら見れるかもわからん。でえー、っとそのなんだろう結構そのどちら側の人もですねやっぱりその極端な。 こう意見が近い人同士で固まっているから相手をこう否定するための情報を集めていたりとか極端なやっぱ物言いになりがちなのは本当によくないと思っていてツイッターで議論しようとするとやっぱそうなってくるというかだからこうやっぱ代表者が2人決めてちゃんと話し合いをして話し合うことであのお互いの確かにそこはそうあったかもねみたいな。 部分を諦めないことができるっていうのはあのー、やっぱみんなの前で見せるべきだと思うんですよねその今一人一人がツイッターアカウントがこれもう全員誰なのかもわかんないしどれどんな人が言ってきてるのかもわかんないし多分2個持ってる人3個持ってる人もいると思うんですよねだからその数だけで、えー、こっちが多いとか あとそのどっちが正しいとかっていうのはやっぱ言い切れないしそのなんていうのかなその一人一人と議論する意味もあんまりやっぱない気もするしうんだからまあその漠然と見てみんなが関心を持ったりなんか知識を増やすことが起きれば いいのかなとも思うんだけど、うん、何,が何を言いたかったのか分かんねえけどで僕の中で一番根本的にあるのはその歌丸さんもオアシスさんも差別に反対するっていうのは明確なこう立場としては取ってるわけでその人同士しかもそのまあなんだろう音楽のキャリアも近いものあってでそのなんだろう まあ、日本でヒップホップに従事してるっていうこと自体結構珍しいと思うんですよねその年代の方たちでそれがなんかまあこう言うとちょっと誤解あるかもしれないけど良き友人であってほしいなっていうのは思っていてそのシンプルなことで仲違いいしないで欲しいいいいなっっててうのはすごい思っているんで,すでまあオアシスさんは今 Twitter ガンガン見てるからいろんな意見を見てちょっとずつなんかこう。 柔軟にななっっってきててきるよような感じのイメージはあった、思ってた思り。で、歌丸さんはやっぱツイッター多分見てると思うんですよね見てると思うし、えー、思うんだけどやっぱラジオにそのトランス自分の意見自分と意見が近いトランスの人を呼ぶっていうのはなんかその議論の余地というか可能性を減らすことになりかねない気がしていて。でトランス 当事者の人にもいろんな人がいるわけでそれ一人の意見を聞いてなんか勉強したことにしてそこの問題を完了するっていうのはちょっと違う気もする。やっぱ人間の話なんでそのいろんなグラデーションがあってそこにこう差別問題というのはとかまあそのシステムの問題っていうのはこうしないと駄目ですこうすることにしますっていう。う 正しいと正しくないまあ生徒5をこう線を線引かななきゃいけないわけけわですよねそれがやっぱいま、えー、だこうトランスジェンダーだったりの問題っていうのはこう定量的にこっからここまでで線引きますっていうのをスパッと単純に引ける状況じゃない気がするんでそれを無理やりこうやろうとしすると。あのー とといううか圧はやっぱ生まれると思うんですよねと例えばその女湯とか女子トイレに誰が使うもんにするかっていう議論と LGBT の法律 LGBT 推進平等推進法案みたいな野党、あのーまあ、立憲とか共産が出,す出そうとしてる法律に反対したいのかとかこうそれぞれのまあこの。 思ってることもその問題に対して違ったりしたりもするんでちょっとやっぱりそれは難しいんだけどなんかでもまあ僕も頑張っていこうと思います。うんでオアシスさんが言うには「俺についてラップしお前好きかってラップしてんだから誰かに好きかって言われるリスクを取ってることなんだよ」みたいなことを言われて。 そそれは確かにそうかにううなっていう僕はなんかそのオーシスさんと歌丸さんを自分と違う段の人に人と思って扱ってたけど旗から見れば全員同じ同じというか、うんまあ、僕もやっぱ強い意見を言っちゃっていたから、うん、その辺に関してはちょっと自分を顧みなきゃいけないかなというところもあるかなっていう感じでございます。はい ちょっとまたこの辺についてはギュッとまとめて動画にしようかなできればしたいと思います。でやっぱその何て言うのかなそのまあ別にいいんだけど優しい口調で話しかけてこいよとか、あのー、そんなこと言うとそのトーンただのトーンポリシングになる場合もあるからそうとは言えないんだけど。 やっぱねツイッターで喧嘩してる人とか見るとねやっぱ疲れますねすごくだから自分の健康のためにはね控えめにしなきゃなというのをちょっとやっぱ思いますしばらくねあんまり見ないくていいかなとも思ういますはいです